皆さんこんにちは、みゆきです。今回のテーマはオーラルケアについてお話をしていきたいと思います。このチャンネルは体、お肌、心を健やかにする仕組みについてお伝えしております。では今回オーラルケアなんですけれども、面白そうな本だなと思って読んだものがありまして、世界の一流はなぜ歯に気を使うのかという本でした。でこちらに書かれていますのが、健康な歯は全身の健康への第一歩、欧米エリートが歯を大切にしている理由は以下の3点に集約できます。美しい歯は富、育ちの良さ、ステータスの象徴である。美しい歯は自己管理能力を反映する。美しい歯は自信あふれる笑顔の発信源である。欧米人にとっての美しい歯は歯並びが良く艶のある綺麗な歯、つまり見た目が重視されます。美しい歯イコールその人のステータスを伝えるツールだからです。しかし彼らは見た目だけのために歯に貴重なお金と時間を投資しているわけではありません。欧米では歯科治療に保険が効かず、治療となった場合には膨大な費用が発生します。彼らは幼い頃から予防のために定期的に歯科医院に通って、歯の健康について正しい教育を受ける機会に恵まれます。そこで歯医者は徹底的に刷り込みます。歯が不健康であれば全身もまた不健康になると、言い換えれば歯が健康であれば全身の健康につながるということです。今回はオーラルケアというところで3つの方向から考えてみたいなと思うんですけれども、1つは歯と美しさ、そして2つ目に歯とメンタル、そして3つ目に歯と健康です。でまずはじめに、私がこの本を読んでもう今すぐ一番最初にやらなければならないかなと思ったのが、詰め物を変えるっていうところですね。いわゆるその銀歯っていうものではなくて、それを白い歯に詰め直しをしなければならないと。ただこれってそんなに安いものでもないので、今日明日すぐできるっていうわけではなく、まあ、ちょっと費用もかかるから先延ばしにはしていたけれども、まあ、今すぐできなかったとしても、もう本当にあんまりこう遅くない時期にですね、歯の詰め物をきれいに白いものに変えて、もう何も口元気にせずですね、満面な笑顔が出るように、あ、ここはちょっと整えなければならないなと本当に思いました。でこの本ですね、なかなか手厳しいことも書いてあったりするんですけれども、冒頭のところですね、ビジネスでの成功を夢見るのであれば、知識や技量を身につけるよりも何よりも、まず歯を整えること。これはエリートとしての必須最低条件なのです。とあります。そして、歯は口ほどに物を言うというところでは、欧米では昔から歯の美しさは富、育ちの良さ、ステータスと捉えられてきました。どんなに高級な時計、洋服、靴を身につけていても、歯が醜ければ信用に値しないとみなされます。どんなに優秀であったとしても歯が醜ければ育ちが悪い、あるいは社会的地位が低い人間であるというレッテルが貼られてしまうのです。つまり歯はその人の出身階級や教育水準を反映する鏡なのです。このため就職試験ではまず歯が見られます。続いてスーツも靴も完璧なのに歯で笑い者になった日本人経営者、エリートたるもの美しい口元であるのはごく自然のこと、育ちの良さや知性の象徴だからエグゼクティブはみんな意識している、イギリス留学時大変お世話になった教授の言葉です。世界を知った本田宗一郎氏は歯を治せと指導した。実は日本にもかつてビジネスにおける歯の重要性を唱え後世に残した経営者がいます。本田創業者の本田宗一郎さんです。本田さんは後輩たちに世界に出ていくために社長になったら歯を治せという名言を残したと言われています。また本田さん自身も歯をとても大切にしていたそうです。おそらく世界を舞台に戦ってきた本田さんだからこそ、欧米人との交渉、ビジネスにおいて歯のケアがいかに重要であるかを感じ取っていたのでしょう。世界でビジネスを成功させたいならば、まずは世界基準の価値観を受け入れる必要があります。欧米ではビジネスでの成功を手に入れたり、またプライベートでの良好な人間関係を手に入れたりするためには、相手に好印象を与えられるような綺麗な歯と美しい笑顔は必須条件と言われています。世界のエグゼクティブと対等にコミュニケーションを取るためにも最低限やっておかなくてはいけないのが歯のケア、そんな事態がもう目の前まで迫っているのです。厳しいビジネスの世界において、やり手と言われる人ほど相手のことを隅々までしっかりと見ています。
今目の前にいる相手が付き合うのに値するバックグラウンドの持ち主なのか、そして今後付き合うレベルの人物か否か、判断材料は服装、話の内容、言葉遣い、態度など様々ありますが、それ以上に見られるのが歯なのです。厳しいと思われるでしょうけれども、引っ張りと書きます。欧米では歯が汚く口臭のあるビジネスマンが信頼を得ることはありえません。そんな感じでですね、冒頭からなかなか厳しいなというような文章が並んでいます。例えば、別に私欧米人と仕事しませんよっていう方はね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、綺麗に整えておくことにマイナスってないと思うんですよね。で、私も、まあ、常々思っていたところではあるんですけれど、こちらの著者は歯の専門家ですので、歯、まあ、オーラルケアというところから見た視点でいろいろお書きになっていらっしゃるんですけれども、結局ですね、もう例えば私は何かの世界で一番のプロですみたいな、もうめちゃくちゃすごい技術屋なんですって言っていたとしても、例えばですね、話の仕方があまり良くなかったりとか、もちろんオーラルケアとして歯の状態というか、その口の中のケアがきちっとできていないとか、服装、髪の毛、お肌、そういったもうあらゆるものがもう整っていないといけない世界だと思うんですよね。ですので、こんなに素晴らしいんですこの人はっていうのはもちろん大事なんですけれども、そもそも、まあ、例えばこちらの今日のお話だと、オーラルケア、綺麗な歯並びだったりですとか、口臭がないとか、歯が白くて綺麗とか、まあ、そういった、まあ、見た目の部分ですよね。そういったところも整えなければならない。例えば髪の毛がボサボサだったとしても、それはもう美容院に行ったらすぐその場で綺麗にしてはもらえますけれども、お肌がボロボロであった時に1回や2回ちょっとエステに行ったぐらいでは、肌は美しいお肌になることはないので、常日頃ケアをしていかなければならない。ものすごくもう技術最高、もう世界一という方でも、体調をよく崩してしまうと、どうしてもこう仕事に穴を開けてしまったり、納期が遅れてしまったりするんですよね。それって世界一の仕事なのかもしれない、技術なのかもしれないけど、そもそも穴開けちゃいけないよねっていうところもありますよね。まあ、そういったところいろいろあって、こういうその見た目とか体の体調面とかメンタル面とか、お肌だったり歯だったり、そういったところっていうのはオンじゃなくて、もうゼロベースで整っていて当たり前だと思わなければいけないんだなって私もいつも感じてます。私にはそんなに能力がないので、何かすごいことができるとか、何かすごいサービスができるってわけではありません。だからこそ、せめて仕事をきちっと穴を開けず、締め切りに間に合うように、体だけはですね、整えておく、常に健康でいるっていうように気をつけるようにはしています。ですので、特に、まあ、日本の価値観と欧米とかヨーロッパの価値観ってまた違ってくると思うんですけれど、そこの部分というのはゼロなので、おそらくなかったら減点方式になるんじゃないかなと思うんですね。お肌が綺麗プラス1、優しい人プラス1、歯が綺麗な人プラス1っていうよりも、それはゼロですと。で、そこからなかったら全部マイナスになっていって、で、あなたは何ができるんですか、どの分野のプロなんですか、どういう技術を持ってらっしゃるんですかっていうのは、天下一品じゃないとダメですっていう恐ろしい世界だなと思うんですけれども、全然そんなところに私も近づけていないんですけれども、ただそういうことをですね、常に意識をしていくというところで、今会社員としてお仕事をですね、大事にこう与えていただいている、そしてお給料も毎月決まった日に振り込んでくださっている、そういう環境にいらっしゃる方というのは、今与えられている仕事というのを完全にプロフェッショナルとして完璧にできるようになっていただきたい。ちょっとオーラルケアとはそれた話にはなってくるんですけど、そこはそこでもプロとして死ぬ気で頑張る。ただし、見た目整える、それは相手のためにもなるんですけれども、そこはゼロベースでできていて当たり前ぐらいのもう感覚を持っているというところがですね、一番いいのではないかなと思います。私はですね、非常に、まあ、健康なので、病院に行くときはですね、怪我したときぐらいしか行くことはないんですけれども、私がもう大好きで通い詰めているのは歯医者さんです。今通ってる歯医者さんも好きすぎてですね、3、4ヶ月に1回は定期検診と歯のクリーニング、メンテナンスというところで通っています。なぜ
歯医者さんが好きかと言いますと、それだけきっちりメンテナンスを行っていると痛い思いをすることはないです。そして1時間かけて歯のクリーニングしていただくんですけれど、それはもう歯のエステに行っているような、まあ、最高に気持ちがよく歯もきれいにしていただけるので、でそこで、まあ、毎回行くことによって歯の状態大丈夫ですねとか、歯周病もないですね、歯石も溜まってないですねとか、まあ、そういったところできちっとこうチェックをしていただけるというところで、最初なぜ私はこんなにこう歯医者さんに通うようになったのかなって今思い起こせば、肌がだんだん白くなってきたのが20代後半ぐらいだったんですね。で、肌が白くなると歯の黄色さがすごく目立つんです。で、そうするとちょっとホワイトニング行くかな、まあ、それの前にまあ、ちゃんとこう、ね、歯医者さん行こうかなというところで、私のきっかけも歯と美しさ、どうしてもこう食べ物で歯は黄ばんできたりとかしますので、肌と歯のその色の差っていうのもちょっと嫌だなっていうところから、きちっと歯医者さんに通うようになって、で、まあ、しっかりと綺麗な歯で痛いっていうところをきちっとすることによって、この後に出てくる歯と病気、疾病ですね、そういったところにもつながってきますので、すごく重要なきっかけではあったかなと思います。で、私が家で行っているオーラルケアは4つです。歯磨き、フロスピックで、舌磨きと洗口液ですね。で、洗口液は毎日は使わないんですけれども、この3つは毎日行っています。私の場合は糖質あまり取らないんですけれども、やはり糖質を取らない人というのはですね、歯石はたまりにくいです。もちろん定期的にクリーニング行ってるからでしょって、それもあるかと思うんですけれども、歯石もたまらず歯の出血などもほとんどありません。口の中の悩みって、まあ、いくつかあると思うんですよね。歯並びとか歯の色、そして口臭、もしくは口内炎っていうこともありますよね。結構私もですね、いろんな方に定期検診行ってるとか歯医者さん通ってるっていう話するんですけど、最近は歯医者さんに通っているっていう人すっごく増えてます。私が8年間ですね、もう通い続けている歯医者さんもですね、まあ予約が取れない、もう昼から夕方から夜からもういつも満員です。でもそれだけ皆さんこう歯を治すっていうところもそうですし、私のように定期的にクリーニング、メンテナンスをするっていう、その歯への意識っていうのをしっかり持つということ、このことがですね、今後、まあ、老後を迎えるにあたってですね、相当重要な意味が出てくると思います。